ついた欲を守るため、それぞれが言えない秘密、合理的な人を作るため、ふりしては不満を抱いた。誰かが壊してしまう時、例えば素直になればその寂しさを抱いたのに、伝う涙窮屈そうなその足も抱いたのよ。誰にも言えない甘い罠だから、誰にも嘘をついた明日。